富士氏は、日本の氏族。駿河国富士軍富士情報の領主。富士山本宮浅間大社の大宮寺を継承する、社家であり、また戦国期には、富士上状主を務める武家であった。富士氏当主は、富士大宮寺という浅間大社の神職を司っており、公文、安主の神職も富士氏が継承していた。慣例として、富士大宮寺が、 政治的な部分を取り行い、安守公文は、諸子衆とも呼ばれていた。また、室町時代においては、富士大宮寺職の武人権を、足利将軍家が有していた。江戸時代には、富士大宮寺と公文、安守間で総論が生じたが、幕府最居上に、公文、安守寺、大宮寺同格とは、深心得とあるように、富士大宮寺は、 藤家の中で別格な存在であった。再選箱に見られる、白門受付書に見られる、白門の幕下門は、白であり、羽根次元合戦記に、白の丸羽富士の大宮寺とある。また、江戸幕府の再挙場の中では、白用の門とある。この白門は、富士大宮寺のみが用いるものであり、公文富士吉成東辺当書控え、富士信康不死連勝受け書者には、 シュロモンは古来より富士大宮寺の実が使用してきたとある。このように同じ富士家一族でも公文富士市、安守富士市はシュロモンを容易に使用できるものではなかった。富士市は黒人領主であり、また今川市、武田市、御法上市と関係が深い。それら中世を中心とする文書群の一部は現在大宮寺富士家文書として保存されている。 元は、藤重元以後の藤家当主である藤高茂がこれら文書を保持しており、東京大学資料編纂所書が明治時代と昭和時代にこれを再録するなどしている。また、静岡県資料にも60通が収録された。後に、これら原本の文書は流出し、ある時はうち36通もの文書の売却が検討される状況に至った。これを危惧した。 村田正氏が売却の保留を促し、静岡県の美術館が購入することとなった。現在は、静岡県立中央図書館が、その36通を保管しており、富士山関係資料デジタルライブラリーにて、公開されている。富士市の館跡に建てられる、不要管費、富士大宮寺系図によると、始祖は、交渉天皇の後裔であり、豪族の和熟節と伝えている。 例えば干渉3年の、小浜園の天皇袖半口千安に、受給者として、右、馬之助和寺部、忠時とあるように、本性として用いられていた。同系図によると、延略14年に豊かマが、駿河国富士軍を治める大量の地位について、以来、代々軍事を世襲したという。また異なる系譜を示す、和西系図によると、豊かマは、 駿河城の任についていた和二部、宿根宗との子であるという。また、延暦二十年には、浅間神社の祭祀を司るようになったとしている。十一世紀頃には、法岩来、公文書に転身し、これらが、藤家に連なるという系譜を示している。藤自家寺の書状では、少なくとも十四世紀にはすでに、藤軍藤城報を支配する氏族として存在していた、ことがわかる。 他、富士情報の社辞に対して、諸役免除を行うなど、富士軍領主として存在し続けた。富士忠時、富士親時が造流に関わった仏像であり、神職としての側面が確認できる、富士親時が旦那となり奉納された、仏像南北朝時代にはすでに武家としての面が、確立されていた。官能の上乱の際には、官能二年に、 上杉謙章により海の国への通路の稽古を命ぜられている。また、駿河国守護である今川氏と富士氏を関係づける、早例の資料として、公安2年に今川のりうが、宇都郡内の富士や様ぐ領への乱入老石を停止する、胸の所し,した女を富士大宮寺に与えている例が挙げられる。 これは、今川氏と富士市の主従関係ではなく、室町幕府の意向を組んだものであるとされる。また、富士氏は一部交通を掌握していた。大米16年には、富士町久氏が、根源の関所を領有しており、駿河国と海野国の国境を抑えていた。駿河国守護である、今川家当主、今川のりまさなきやと、彦五郎と、 地を飽き丸漁師での家督争いが発生した。この家督争いに際し、富士市は、駿河国内の混乱を、室町幕府に報告するなどしている。富士市は彦五郎への家督相続に対して、反対の立場を取り、則忠の駿河国下校に際して、交戦状態となった。しかし、室町幕府将軍である、足利義則の裁定の影響は大きく、則忠が、 家督相続することで落ち着いた。情勢的には、藤白千代明丸派は乗りただから反逆者として、追悼されてもおかしくない運命であったが、折しも、室町幕府と鎌倉府との対立が、深刻化しており、8月19日には、幕府より、今川氏への中説を命じる文書が、藤大宮寺、藤右馬之助へと発給されている。また教徳の乱の際は、 室町幕府将軍より、袖半口千安が出されており、幕府からも重要視されていた存在であった。道乱の蔡富士氏は、大喜に上杉氏へ味方し、京徳4年4月15日に、上杉持友から先行を称されている。またこの先行を、三島合戦とする味方がある。この時代の当主は、富士忠治または、富士親土器であるが、 このような動向から15世紀の富士市は今川市に従属していないと考えられている。一方、文章元年の足利義政を内きには、富士忠時に代わり富士親時へ大宮寺職を申し付ける旨の内容があり、足利将軍家が富士大宮寺職の任命権を保持していた。干渉期の富士家は家督相続をめぐる混乱期でもあり、随形 周王取りの日記である、ガウン日見録には、寸修国人富士不士闘争のこととあり、親元日記には、富士兵部、大助入道親子格室の儀とある。また、富士氏は、室町幕府の武行宗であったことが確認されている。中世に、富士家の母大寺であった先寺市寺戦国時代に入ると、今川氏と関係を密にしていく。大英元年に、 今川法の軍が甲斐の河内に侵入した際、武田信虎が総攻撃を行った。その際藤氏は今川法の軍として戦い、信虎軍に敗れている。戦国大名としての段階の今川氏と藤氏を関連づける早例として今川氏てるから藤氏当主の着手である藤宮若江馬回りとしての武行を求める発給文書がある。 この馬回りの東洋については、上司を排出する有力国衆のその当主の指定等を意図的に任命し、身近に置いていたと考えられている。天文五年、今川氏の家督相続を争う花僧の乱が勃発し、清武将法と玄広江元とで争われた。富士氏は、清武将法に組みし、天文五年六月九日に吉本は、 富士宮若の在陣をいたわっている。道乱は14日に、現広江元無の自害により集結している。一方、富士市の本拠である富士大宮は、加藤に該当する地であるため国境に近接しており、政治情勢は不安定であった。そのような政治情勢下から、富士家内部で一部分裂が生じるなどし、また、小田原州所領役長によると、北条玄安治行文が、 富士市に当てがわれていることが確認できるなど、ご法上氏との関係性を伺わせるが、その後は、基本的に、今川氏に属している。また、加藤の乱時に、富士市は、今川方につき、吉本より感情を与えられている。その後、桶狭間の戦いにて、吉本が戦死すると、駿河国は動揺する。今川氏に対する離反が重なる中、富士市は、 今川地味へとして止まっている。時代の今川氏真により、永六四年七月二十日にのぶただは大宮城代に任命され、大宮城主として武田氏との戦いを繰り広げる。また、藤氏一族の藤又八郎は、無本を起こした EO 連流討伐に参加するなどしている。永六九年四月三日には、今川氏真が、 富士市の本拠である富士大宮の六歳市を落一化している。またこの落死令については、富士市側の要請によって、今川市がその権力を背景に、落一化を行ったとする見方が多い。しかし、武田市の駿河信仰における、大宮城の戦いにおいて、戦は本格化していくこととなる。この時期は、緊張状態にあり、 a 6十2年2月25日の北条氏康からの書状では、昼夜御神老霊食殺行とある。このようにこの時期の富士市は、御北条氏の援助を得ており、北条氏政は、大宮城中の旧人領地の安堵や診領をあてがう、約束などを行っているほか、富士市に対し城中場外に関する、具体的な指示を出している。しかし武田信玄本体の攻撃に耐えられず、 穴山信君を通し藤城は会場することとなる。その後も藤氏は、御法上司法として、神原城の戦いに参戦するなどしているが、その後は、今川氏真より暇を与えられ、武田氏に就くことを決断し武田氏に基準する。また基準後、信忠は、武田家家臣の高野氏の脳通に、富士生を与え、富士家の公文職に迎えるなどしている。 武田氏に基準後は、富士市の軍事的側面に関わる文書は急減しており、武田氏は、富士市の新職としての側面を重視し、社人の再編成を行っている。また、武田氏の駿河進行後の発給文書全体として、自社に対して行われたものが多く、浅間大社に当てたものは優位に多い。富士大宮寺職については、元気3年に、信玄が、 富士家の抜士を富士大宮寺職に部任することを命じている。武田家当主が代わり武田勝頼の代になると勝頼より富士信道が改めて富士大宮寺に任命されている。このように武田氏基準後は社中のハットが定められるなど武人としての活動は制限され富士大宮寺としての活動が主となった。富士市。 鈴川の富士塚富士十本筆の講師費、安政四年建立祭祀、富士山支配戦国時代における、富士の豚田の大宮城会場から、武田氏による武力解除を経て、富士氏は新職のみの姿として統一されていた。近世に入ると、富士氏は富士山を管理、支配する立場としても確立されていた。例えば、徳川忠長が、 寸布藩主であった頃、三りや素走りの者とも学へ登り、大宮寺支配のところへいるかごみ、無差と肝心するにつけて、大宮寺迷惑の良し申されこうといった文面の通達がただ長の家臣である、朝倉信正、鳥居正次から、地方奉行に出されている。このように、富士山本宮浅間大社が、富士山頂の支配、管理を行っており、その代表格である。 富士大宮寺の支配の地として、富士山六周辺の地から認識されていた。他に、り村の書き付けに、参加状の一つとして、富士山、登る道行き屋より八王内、大宮町大宮寺殿、宮内殿、柿辺殿、宝刀院と、新主化も四人の集合支配に利居座校とある。これは、行号以上は、 浅間大社の神職及びしり浅間神社の神職、民部殿が支配する地という認識を示していることを意味し、このように富士市が山頂においての権限を保持していた。富士市は富士山に関わる祭祀を司る身でもあり、例えば法永4年12月8日に富士市は富士山儀等を行っている。これは江戸幕府により発令されたものであった。 富士市の祭祀は、本宮だけにとどまらず、富士城法、富士河法の広くに及んでいた。本宮の東北に位置する三宮浅間神社でも祭祀が、取り行われ、祭壇左側には、富士大宮寺席、公文富士市、安守富士士席が位置していた。また、慶安三年、富士本宮年中祭礼の次第に、濃里の後富士宮三景大宮寺伝書失踪。 みそぎ役人生一とりとあり、駿河資料の藤塚のページには、大宮寺社人藤塚に参詣しとある。藤河方に位置する、富士宮に、富士大宮寺以下社人が参詣する記録であるが、この富士宮は、富士市、鈴川の藤塚に否定されており、また、駿河資料の方は、富士塚と記している。これら資料にあるように、祭祀のために、 駿河国富士軍各地へ赴いていた。代々大宮寺職は富士家により継がれていたが、明治3年以降宮司は内務省から直接任命される幹線となり、以後富士市が大宮寺を務めることはなくなった。近世の一族同行中世を経て、近世となると、本拠である富士大宮以外での富士市一族の同行を示す資料が見出されている。 完成年間に成立した完成重修諸家府は、戦国期以降の系府を、和西系図、富士大宮寺系図とは大きく異なる形で伝え、富士市の一族が、下佐国の千葉軍を呼び、印馬軍の一部も支配していたとしている。また、相模国の長備隊に治療を得ていた富士市一族も伝えられ、富士信繁が徳川家康により、 治行をあてがわれている、衆院上等が残るほか、信重の子である、藤信成の母妃も長美台に所在している。藤大宮寺系図より、藤豊丸藤家主藤国を藤部治行藤良生、藤清名藤清次藤清美藤子、清藤理将藤道次藤信次藤自宗、藤自家藤直信藤直、藤信直、藤直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 、藤